キブラとは、ムスリムが1日5回サラートを行う方向である。現在のイスラム教では、メッカのマスジド・ハラームにあるカーバの方向である。マスジド・ハラームがある、マッカールム・カンラマ氏を中心とした、正教法位図法の世界地図。メッカと、世界各地を結ぶ直線が、最短コースであり、互いに、相手の方位を表す線となる。ただし、この地図は、メッカから、 世界各地への方角は容易に知ることができるが、例えばメッカから見た東京の方位が北東としても東京から見てメッカが反対の南西の方位にあるわけではないことに注意。東京から見たメッカの方位は歪んだ日本列島の形から見当はつくが北西である。イスラム教の礼拝堂であるモスクにはマスジドハラームを例外として必ずキブラを示す。 壁のくぼみミフラーブがある。イスラム教の霊明期には、キブラはエルサレムのアルアクサモスクの方向へ定められていたが、624年をもって現在と同じカーバの方向へ変更された。カーバはアッラーフに捧げられた象徴的な建物であり、アッラーフ自身にはキブラのような方向はないとイスラム教は説いている。古くはムスリムは旅行する際にキブラを見つけるために、 天体観測儀を携帯した。イスラム諸国の宿泊施設では、礼拝の便宜を図り、天井などに、キブラット、クワイプラットなどと記された、メッカの方角を示す表示がされていることが多い。また世界中のムスリムたちもこのキブラをもとに礼拝を行っているが、インドネシアのようにキブラがアフリカ大陸に向かっていたことが発覚したり、宇宙空間では、 どのようにキブラが決定されるのかが問題になることもある。マレーシアの宇宙飛行士、シェイク・ムザファシュコアの場合は、100名以上の科学者や宗教家が集まり会議が開かれた結果、宇宙空間でのキブラは宇宙飛行士に任せるというガイドラインが決定された。ありがとうございます。